マスクで困ったこと、声が聞こえづらい、息が苦しい、女子が全員可愛く見える、チキンラーメン買うの忘れた、サザエ見てなさい、視聴率取りに行くわよ、戦隊ものの力関係、子ども相談室、どうして野球が好きな人に勉強ができない人が多いのですか、常に0点に抑えたいから、で、買えんの、男子校の学園祭に女子が来た、アントニオイノキを吸い込んだ、ドナルドが沈む姿に笑いが止まらない、降水確率 10% だったのに、帰宅部のエース、マッチョくれよ、お騒がせしてすいません、100点以下の答案なんて何の意味もないでしょう、以下、君たちが僕のせいで苦しんでいる姿はすごく愛しくて、校長の話の中に聞き流せないフレーズがあった、カンペが傾いている、キロバイト、メガバイト、ギガバイト、テラバイト、社員全部食っていいぞ、ね、面目ない、ククタイムは、サンタさんのプレゼントがかき氷だった、日の丸弁当、どこ行きやがったあのなし、33歳で資産3億円作った僕が43歳で会えて、日本円に両替してみたら1800円だった、いつも応援ありがとうございます、チャンネル登録よろしくね。